大正14年12月25日です。クリスマス。大正14年、はい、12月25日。おお、クリスマスの日に、はい、生まれはですね、長崎市です。4人兄弟。上下が男。上と下が中2人が娘、女。から私が長男で一番。いつ端島に行かれたんですかね。昭和6年昭和6年に、はい、私はそこの下にね、市外幼稚園っていうのがあったんですよ、あそこに行ったって。あ、そして途中で、1年追って向こうに行ったって。端島に万博をやったのはもう覚えとってですね、もう子分をやおけ連れて、はい、そして遊び回ってたらいいから、うん、そういうこんな怪我をしたんですよ。7歳の時に、そこで受け怪我されて、はい、レールをこう掴んどって、トロッコが走ってきて、陽気でんやった。トロッコ中が、あの、木のトロッコがどうですね、うん、みんな着いたかいって言うて、先頭に立ってこいでな、何をしてて、幼稚園を卒業する時でしたよね。じゃあ小学校とか中学校は始まりですね。はじめ神社高等小学校ですね。始まりの小学校ですね、はい。戦時中はどうされてましたか。あの、志願でね、陸軍志願に行って、あの卒業高等神社小学校高等小学校を出てですね、すぐ会社に就職したんですよ。三菱橋まで、橋まで、はい、昭和16年に就職だった。16年、はい、16歳になる。16歳。何の仕事されてる。工作、あの工作、炭鉱で使う機械の組み立てとかね、その修理とか。笹山さん、勤労家で、はい、そうです ね、はい、結構お仕事されてたじゃないですか、はい、そうです、はい、勤労家もね、うん、あの内勤と外勤っていうのがあってね、うん、内勤も外勤も経験したしましたけどね、うんうん、外勤の方が長いんですよ。詰所って言ってね、うん、まあ、あの従業員のを管理する棟があってね、うんうん、そこでずっと長く勤務しとったんです。何年から何年戦争に行かれてたんでしたっけ。橋間離れてたの。18年から。あ、18年から。2年間おったってですね。で、台湾の方行かれて。そうです。終戦後、4月に帰りましたもんね、21年の。あ、21年の4月に。はい、4月の暮れにね、24日に帰ってきて、そして、1日が、あの、メーデーやったから、メーデーやからね、うん、5月からさ、うん、それで会社に出るのが2日から勤務したんで、ずっと、うん、もう戦あ何まで定年までですね、うん、定年あの端島の兵団処理 を最後までして、もう明日から船が端島には海岸というとこ、うん、時までして、あの高島に移って、高島の総務課でね、うん、させてもらって、内勤は内務隊ね、結局は内勤やから、うんうん、それで私たちの仕事はこの外勤って言って、あの従業員を管理する、うん、あの仕事をするわけです。一人一人の従業員と家族の交渉とかね、詰所が2つあったからね、うんうんうん、
その詰所2つで大体手分けをして、そうそう、あの全島の従業員をね管理しとった、うん、あ、なるほど、はいはい、じゃあもう大体島で何があったかっていうのを大体全部外勤の人分かってるの、はい、分かってる、外勤から内勤の方に連絡して行動って言ってですね、で内勤は給与とかなんとかももちろんね、うん、あの支払いのなんか業務をしたりなんかするけど、詰所に勤務しとる時に、今日は何らの都合で休ませてくれとかなんとかって言ってくるわけ、それをこの内勤の方にこうあの連絡しまとめてですね、うん、人事配置やるのはどこでやってるの？それは入校所というね、うん、あの職場があるわけですよ、はい、内勤 のうちにですね、そこに全部従業員がこうあの着頭に来るわけですよね、うん、今日出勤しますというような格好でしたよね、うん、島で言えば 内勤の上に、うん、上の2階に公務課があったんですよね。なるほど。そして端島の場合は1階があのあのランプ室っていうて、うん、ランプを狩るね、うん、それを入校証が発行するわけですね、うん、出勤者スターのようですね、うん、組み込み場っていうのはどういう組み込みは総務課とあの繋がっとるわけですよ。ああ、なるほど、はい、総務課 の横が組み込みになって、ここからこう従業員がこう来てここで着頭するわけですね、うん、で笹山さんはクリスチャン？そうです、はい、もう生まれつくからですね、はい、あー、そうですか、うん、じゃあもうカトリック。そうですか、ね、はい、うん、そのことであの NHK から取材に来てね、うん、橋まで笹山さんのところであのミサをあげてもらえよったらしいですね、で調べてきとった高島で、うん、NHK がね6時の番組にちょっと紹介して笹山さんテレビで撮ったよって言って橋間になかったから教会が、じゃあ高島にあったんですけどね、あの来てもらうまでは高島に行ったり長崎に行ったりしよったんですよね、日曜日なんかね。28名よがおったから、ね、28名、へえ、うん、子供さん入れてですよ、高島からね牧師さんがうちに来てくれよったんですよ、うん、はい、で島の信者を集めたのをね、うち、ん、で、ミサをあげてもらって、何しよったんですよ、うん、笹山さん何号と一緒に住んでたんだっけ？私はね、35年にも住んだことあったんですよ。あ、そうですか、うん、35と1年ぐらい、うん、それからあの17号に行って65号に行って、世界遺産に登録されてから韓国でね出てる絵本なんですけどね、これ見たら朝鮮の少年たちがこうやって牢屋に入れられて、韓国島ということで牢屋に入れられてですね、これ何ね、これはこれ韓国島ね、足までこげんことなったって言うと、そうなんです、冗談じゃない、身振りすんね、こんなことなったって言って、みんなこと、うん、足間の場合はね、本当朝鮮の人と仲良かったよ、キムチなんかを作るともう、こうして作ったよって言ってからんと、もう日本語が上手になってさ同級生にもおったってですもんね、リーサイウとか、リーサイウさん、はい、うん、合宿で一緒でしたよね、学校で一緒だったよ、はいはいはい、同級生なんかとはこう一緒におったけど、あのよう話したりなんか一緒だったんですけどね、うん、うん、イーサイ君とは一緒に遊びました？私たちよりも頭の良かったもん、あーリーサイ君その代わりまあちょっと引っ込み思案やったね、私もね、あの朝鮮人 の社宅に呼ばれて朝鮮料理は食べさせてもらったことあるよ、うん、あの頃朝鮮料理って言ったら目出しかけんね寮のようにして生活しとるものは頭が
やっぱり半島人やけんね、朝鮮人が管理してたやけんがと、生活もね、もう日本のなんと、変わらんような生活しようしてるけどね。鹿島の場合は、まあ、食料にしよう物資にしようね、まあ、優遇されておったたいね、国策を追求するためのなんやから、それから旅でも直旅でも何でも不足、あまりこう不自由した覚えはないんじゃないかと思うんですよ。ところがですね、ここで見るとなんか日本人にだけ直旅で、朝鮮人の人には一切直旅とか作業着はなかったと。で、朝鮮の人はふんどし一丁で入ってた。なんで？ふんどし一丁で、下着一枚で入ってた。で、それで一切何にもなかったと、すごい差別だったって書いてあります。そんなこと、そんな、なんで仕事はできんの？ね、炭鉱の、まあ炭鉱の仕事って地下で何百メーターもあるような地下で仕事するんだから、もう日本人も朝鮮人も全部一緒ですよ。もう鹿島ではね、もう大概ほら、全島全山一家で生活しとったけどね、もうよそのお父さん方が買い物したなんかいて帰りがけ、あら今日はカレーね言ったりなんか言った、なんでちょっと言うてそこにカレーの何の入っとった一材料の入っとった一っていうような感じで、ね、しようとけが、もう大概もうわがっとわって、今もう小さい島やから、そういう絆はね、もうほんと、よそでは見られんようなね、もう生活に困っとるところがあったら食料を分けてやったりなんかするような、島やからね、全部鹿島から出て、全国に散らばった人は後でこう話すことで、鹿島の生活はもう本当考えられんとよかったって言ってね、本当もっと鹿島の生活をしたいっていうようなものばっかりやったからね。鍵をかけて生活したものはおらんですよ、ほとんど、それだからそういうふうにしてこう生活しとったから、もう本当島ので生活した人はもう全部そういう気持ちがあったけんですね。